サワーウォーターズはアンビアンス2008において赤道直下をモチーフにした新作帽子を展示しました。今シーズンのテーマはアンダーザイクエーターといって赤道直下なんですけれども、森の中に住んでいるすごくビビッドな植物であったり虫であったり、そういったとてもアニュージュアルなカラーのミックスと反対するものの融合というのがテーマです。出展デザイナーはイギリス在住のスティーブン・ジョーンズ氏の下で修行を積み、ロサンゼルスで舞台用の帽子を手掛けながら日夜研鑽し、グローバルなデザイン感覚を磨きました。今回のプリントはすべてオリジナルなんですけど、そのカラーを選択するにあたってもできるだけどこかにビビッドな色を取り入れてみたりとか、そういったことでアンダーザイクエイターというそのテーマに沿ったパターンのモチーフであったりっていうのを考えてみました。この帽子はやはりコサージュが一番ポイントになっているんですけれども、特に熱帯雨林の中に生息する植物のそのエグさというかグロテスクな部分をちょっと表現するのに、3種類のレザーで、こちらレザーのコサージュなんですけれども、ミックスしてコサージュの方をデザインしてみました。こちらの方が片押しですね。ちょっと鱗のような入ったものとエナメル加工がしてあるレザーと、このカラーバリエーションのミックスでちょっと熱帯雨林に生息するグロテスクな植物のイメージでコサージュを作ってみました。今回のテーマがアンダーザイクエイターということで、熱帯雨林に生息する、鳥類が、これはモチーフになっているんですけれども、やはりすごくこう目が覚めるような色がある鳥とか獣とかそういうものを元にしてデザインしたものです。なので差し色にフューシャピンクですとか、ところどころこうビビッドな色が差してあるんですけれども、とか全体的に入れてしまうとやはりかなり派手な感じになってしまうので、落ち着けるためにところどころ黒を差してちょっとシックな感じにまとめてあります。Digging for News.